私たちは去年の6月に小さいケルミに入学しました。その時、日本のことを何も知らなかったし、日本語も全くわからなかった私たちを実際の西垣社長、先生方、社員たちは温かく迎えてくださいまして、本当にどうもありがとうございました。先生方は今後の基礎から安全性レベルまで先方強く教えてくださいました。お来クラスなので具体的にもだろうと先輩知ってましたが、先輩知ってまで出ようと総務からの指導を受けましたから、どうもありがとうございました。はい、皆さん、こんにちは。まず最初に修了式おめでとうございます。今日の修了式は8ヶ月自分が植えた木が今土から芽を出し始めた日と似ています。その8ヶ月の間に疲れた日も、とても大変な日も、嬉しかった日も、心よかった日も、いろいろあって、毎日を過ごして、今日はいい思い出が作られました。皆さんが忍耐強く頑張ったおかげで、今日このような終了式を迎えることができました。皆さんは JSOC アカデミーの厳しい先生たちのもとで忍耐強く勉強してくれてありがとうございます。ただいまより成功というのは何でしょうか？といただいているので発表させていただきます。よろしくお願いいたします。ただいまより自信を持ってチャレンジといったゲームで発表させていただきます。よろしくお願いいたします。ただいまより、私の父というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。